昨日電車に乗った県吉から今日は歩き始めます。今日は歩くルートの下調べ全くしておりません。ぶっつけ本番です。 Google マップさんにすべてお任せしております。昨日はねちょっとあれ廃道にやられましたけど、今日はどうなることでしょうか。昨日は道路調べてる時に映像のない場所があって、なんでここ映像ないのかなって思ってたらあの道でした今日はねどうでしょうかね。もうあの廃道は歩きたくありません。今日の道もなんか人に会うんではなくて熊に出会いそうなので熊よけスプレーすぐ出せるところに準備しました。この道は草刈りとか木とかも切ってあって手入れはされてますね。車はまだ一台も通っておりません。やばいこと発見しちゃいました。今 Google マップと国土地理院地図見比べてみたらまた実線をナビしております。やばいなこれな。国土地理院の実線で書かれている道に入りました。昨日のような砂利道ですけれど昨日のような道ではありません。よかったです。いいねこの道。今日はね虫もそれほど今のところは飛んでおりません。この先工事中通り抜けできません。でもこっちです。行く方向は気持ちのいい道ですね。いいなあ。再び廃道見たくなってしまいました。今までの道は工事用の道であんなに綺麗にしてあったようです。昨日と変わらないやぶこぎ見たくなっております。でもね下では工事してるんですよね。あれの道だったようです。本来はこういう道。すごい工事してますね。何の工事なんだろうな。重機がいっぱい入っております。昨日よりかでもいいか。昨日はあの草がびしょびしょで足も靴の中がびしょびしょになっちゃいましたけど、今日は草が乾いてるのでびしょびしょになりません。廃道マニアじゃないんですけどね、やっと普通の砂利道になりました。 Google マップは
あの経路を検索中になったまんまで全然使えないです。今はね山の地図で歩いてます。こういうところに出ました。 Google マップもやっと検索できたようです。やっと住宅が見えてきました。また道が細くなってきましたけど、廃道は勘弁してください。 Google さんよろしくお願いします。結構登っておりますね。今度はこういう道になりました。なんか果てしなく続きそうですね。北海道みたい。今度はこういうところになりました。また細い道に入ってきております。五戸川だそうです。なんか延々と続いてるような気になってしまいます。延々と続いている。いきなり駅に出ました。向山駅到着しました。すごいな、ホームが。はい、こんにちは。今日は県吉から向山まで歩きました。総歩行距離は 26.9 キロ。今日もね、廃道なってました。一部毎日毎日ドキドキハラハラさせてもらってます。まあ平凡な歩きよりちょっとスリルがあった方がいいのかもしれません。ちょっと疲れたけどね。今日はこれくらいで、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。